皆さんこんにちは。なんか声が枯れてる、声が低い。皆さんこんにちは。今日はめちゃくちゃおすすめのフェイスパックを紹介していきたいと思います。この敏感肌でも使えるフェイスマスクを見つけたので、そちらを紹介します。それではスタート。はい、今日紹介するのは肌が荒れていても肌が痒くても使えるフェイスマスクです。ね、今日は2つ紹介したいと思います。まず1個目はこちら、オルフェスのブリリアントハーブ敏感肌用。これはこの間の購入品の時にもね紹介したと思うんですけど、オルフェスの何種類かある中の敏感肌用のものです。17種類のアミノ酸とヒアルロン酸コラーゲンが入っていて、5種類のハーブエキスをブレンドして、ちょっと敏感になってて乾燥してる時にも使えるシートマスクです。私はねすごいアレルギー体質なので荒れやすいんですけど、特にスギ花粉の時はもう本当にここら辺が痒くてやばくなるんですけど、そういう時期って乾燥が原因で花粉が入りやすくなったりとかするみたいなんですよ。そういう時にも使ってたマスクです。やっぱり普通のスキンケアだけだと物足りない部分っていうのはあるので、こういうシートマスクでしっかり保湿をしてます。私はヒリヒリすることもなかったし、かぶれることもなくプルンとなる感じでした。一応ね保湿のシートマスクです。でこれが大丈夫だったので、他のオルフェスのフェイスマスクも買って使ってるんですけど、そちらも大丈夫でした。1枚190円なので試しやすいかなと思います。でもこの緑のやつがあんまり見つけられなくて、ちょっと大きい東急ハンズかちょっと大きいロフトとかで買ってるんですけど、他でなんか売ってるところがあんまり分かんなくてなんか欲しいなっていう時にねあんまり買えないんですよ。だから見つけたら何枚か買うようにしてます。で薄めのシートで密着力もあるので剥がれたりもしにくいです。で次はこちら、メディヒールのティートリーケアソリューションアンプルマスクジェックス。はい、こちらのメディヒールのパックです。これね3枚入りなんですけど、あ、これ箱で3枚入りです。いつもこれを買ってます。中身はこんな感じ。これも緑ですね両方緑で、こっちも敏感肌用で肌荒れとか乾燥肌に効いて毛穴ケアもしてくれます。でこっちもすごい薄いシートマスクで密着力があります。でこれはね6月にすっごい花粉で全体が痒くなってしまった時に使ってたんですけど、これもすっごい保湿力があります。痒すぎるし保湿もしたいっていう時に使ってみたんですけど、めちゃくちゃこれで結果良くなりました。まあ、これで良くなったっていうか、保湿もされたから外からの刺激を受けにくくなったっていうのが大きいと思うんですけど、すっごくね良かったです。これが乾燥や気温の変化による外部環境からの皮膚を保護し、肌荒れを防いでくれます。肌を守る T3 エキスとカミツレエキス、スモークサエキスが配合されており、皮膚を健やかに保ちます。本当にすごい良かったです。でこれのおすすめの使い方があるので、今日はこちらを使っていきたいと思います。すっぴんだったからマスクしたかった。で中身はねこんな感じで、すごい柔らかくて薄めのシートです。すごいプルンとした美容液がたっぷりついてます。こんな感じでめちゃくちゃ薄いんですよ。ちょっと透けるぐらい。はい、こんな感じです。結構薄めですよね。で美容液がすごいプルプルなので、めっちゃ密着してる感もあるし垂れてこないです。でこれ一番最初に使った時もヒリヒリとか何もなくめちゃくちゃ快適に使えました。なんか私のこれの信頼度がめちゃくちゃ高いです私のおすすめのポイントはこういう風に普通につけるんですけど、その上から優しく撫でていきます。なんか全然力も入れてないし、シートマスクの上をただ撫でてるだけなんですけど、すっごいねこれで浸透するんですよ。余ったのはこういうところに塗ったりしてます。
で、ある程度終わったら声で放置します。だいたい10分か20分ぐらい置くといいそうです。でもだいたい20分ぐらい置くかな。なんかこれ乾燥してパリパリになってこなかったんですよ、20分ぐらい長く置いても。だから長い時間置いちゃったんですけど、なんかすっごい保たれてる感がありました。もうすごい皮膚と一体化してるみたい。でちなみにこのメディヒールのマスクはパラベンが無添加だそうです。肌にも優しいので本当に私は一番気に入ってます。これを痒かった時期に3日間連続で使ったんですよ、これ3枚入りなので。そしたら本当に治りがめちゃくちゃ早かったです。だから本当にもうこれの信頼度が高い。めちゃくちゃ信頼してます。まあでもオルフェスの方もすごく良くて、肌が敏感になってる時でも使えました。でもこっちは5分から15分って書いてあるので、メディヒールぐらいはやらない方がいいかなと思います。はい、今ね10分ちょいぐらいかな経ちました。ちょっとエアコンもついてるから早いかも、乾きが。ちょっといつもより早いけど撮ってみます。で剥がしたらこの目の周りとかにつけてます。はい、こんな感じです。プルンプルンになってます。本当にこの2つおすすめなので、ぜひ使ってみてください。このメディヒールとオルフェスだったら他の種類のものも私は使えます。私みたいに肌が弱い方は敏感肌用のものから使っていくのがいいんじゃないかなと思います。はい、今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。